こりゃ完全に騎士に制圧されてんな。港から海に出るしかないわね。港も封鎖されてるんじゃ。カドスの喉笛だって封鎖されてんのよ。だったら一か八か港の包囲網に突っ込むのよ。そっか、海に逃げた方がまだマシだもんね。そういうこった。バティ、悪いがまた操船頼めるか。うむ、任せるのじゃ。うちの腕の見せ所じゃな。セロスブラスティアがちゃんと新しくなってるといいがの。上等よ。ブラスティアの面倒は私が見るわ。であれ、おっさんは？おっさんのことだ、心配ねえだろ。きっとそのうち出てくるさ。そうね、呼ばれなくても出てくる人だもの。ユーリ・ローウェル、そこまでだ。エステリーゼ様もお戻りください。フレン隊長が心配してます。私は。エステルは帰らないわよ。よし、港に急げ。私の考えはお見通しってわけ。エステリーゼ様と手に入れた石を渡してくれ。フレン、どうしてアパティアのことを。騎士団の狙いもこのアパティアってわけか。曲がりの剣も欲しがってた。ヨウムゲンの兄ちゃんが言うとった。アパティアは人の世に混乱をもたらす。やっぱり。渡してくれ。嘘、本気？お前何やってんだよ。町を武力制圧って冗談が過ぎるぜ。任務だかなんだか知らねえけど、力で全部押さえつけやがって。隊長、指示を。それを変えるためにお前は騎士団にいいんだろうが。こんなこと俺に言わせるな。お前なら分かってんだろう。なんとか言えよ。これじゃ俺らの嫌いな帝国そのものじゃねえか。ラゴーやキモールにでもなるつもりか。なら僕も消すか。ラゴーやキモールのように君は僕を消すというのか。え、それって。お前が悪党になるならな。ユーリ、そいつとの喧嘩なら別のとこでやってくんない？急いでるんでしょ。行くわよ。隊長。